井上原安隕石から1859年は、江戸時代の囲碁騎士で、家元、井上家の11世、井上隕石、八段純明人。井上家は、代々隕石を名乗ったため、隠居後の豪である、幻庵をつけて、幻庵隕石と呼ぶ。相続前には、橋本隕鉄服部隆鉄井上安節と改名。名人の技量ありと言われながら、 名人とならなかった騎士として、本因坊現状、安一徳戦地、本因坊秀和と共に以後世に明らと称される。本因坊竹和との名人語どころをめぐる暗闘でも知られる。五番全体を使うスケールの大きな棋風が特色。別号として、立花の人志もある。出生地、実名は不明。姓は橋本、次女、囲碁明伝では、部門の生と記している。 字は鍵。六歳で井上家の外屋である、服部ト宿に入門。文化六年十二歳で初段となり、死の飲宿の元の名である陰鉄を名乗る。翌年服部家の養子となって、服部流鉄と改名。文政二年に後目として、井上家に入り井上安節を名乗る。幼少からの厳しい修行により、この時には奥歯四本が抜けていたという。 同年五段で五条後に初出資、本因部を元竹に、先にの二個曲で過労じて一目勝ちとし、この後は元竹一生の出来栄えと言われる。文政七年に十世井上院佐院石が隠居して、家徳を継ぎ、十一世井上院石となり、また六段昇段。この文政七、八年に、まと前として、昇る立ちと、自身で述べ、八年の戦地に、 千番十目勝ちの後に対し、関山先太優は黒が片面名投表している。伝法の内向においては、竹和とも一方の主役だった。竹和は,は隕石の11歳年長であり、対戦は隕石15歳の時の先にの手合いから始まり先合い、先まで70局、幻山の35勝28敗3時後四、打ち掛けであった。文政11年1月に、 竹和は八段純名人に上り、その翌月に隕石も八段純名人に上る。その後竹和の名人五所周囲において六年後に地位を譲るという密約を交わし、隕石は竹和の五所を認める口上昇を提出するが、天保二年に名人五所に周囲した竹和は約束を守らず、隕石は五所周囲の運動を起こす。天保六年七月、 松平家五会において、弟子の赤星陰鉄を、竹輪と対局させるが敗れる。天保十年に、竹輪が引退すると、陰石は、名人後どころの願書を提出。これに、本因坊竹作が異議を申し出て、天保十一年に、竹作の後目で、当時二十一歳の周和との四番争い後を打つ、ことになる。第一局は、打ちかけ七回の末に、 周和先四目勝ちとなり、途中二度下決した隕石は小所願いを取り下げた。その後、天保十三年にも、周和と二度対局するが、周和の先万を破れず、名人後所を断念する。その後、後下二年、竹輪の長男、戸谷梅太郎が、水谷卓順の養子となっていたのを、井上跡目に迎え、井上周通るとする。同年、大田祐三と十番号を行うが、 寄付は三曲までのみ残っている。校歌三年、何は滞在中に、後に、修和の後目となる、安田修作と数曲対局し、その中の一曲が、耳垢の一曲として知られる。またこの年の江戸城火災に際して、幕府が初代名に、追記費用を課したことをいさめる上昇を提出し、平門に処せられた。しかしこの後将軍家吉は諸校への課金を減じ、隕石は、 処分を解かれ、その名が大いにとどろいたとも言われる。カエ元年に隠居して、幻山を合し、周ーールが十二世、井上隕石となる。しかし周ーールは、カエ三3年に、門人残殺の事件を起こして、退院、後継者を予定していた、服部小鉄が旅行中であったため、林や門人の松本錦四郎に家督を継がせて十三世、井上隕石とした。 嘉永六年には、弟子の三上剛さんを伴い、深刻に床を企てるが、限界なだにて、暴風雨に相挫折する。この木に資金に困り、九州佐賀地方で免状を乱発したため、実力の伴わない初段を、隕石初段と称されるようになった。安政六年没、送り縄正義。安政四年の吉田貞十郎との二個曲が、最後の寄付として残されている。 自身、兵法家を持って認じていたと言われ、孫子、論語などの造形も深く、著書でもしばしば引用している。幻案、周話の語を調べた竹輪は、隕石の技、実に、名人の所作なり、ただ押村くは、その時を得ざるにありと述べている。また、隕石の名作とされる、安井山地線に、関山線太夫は、この時隕石すでに妙に達す。本曲は、 高額の藩とナスに足ると評した。囲碁明伝では、勝負の身にて強弱を論ずるは、愚の花肌しきなり、諸君春の芸と知りたまえの語を残している。和との争い後第一局を破れた一年半後の、天保十三年、旗本、磯田助一郎宅で、対局の機会を得た。5月16日から18日まで二日半かけて、打たれ、千番。 終和の六目章となったが、白は序盤から局面をリードし、幻庵の名曲の一つと言われる。井上家は、元は、井上原格隕石を一星としていたが、幻庵隕石は、井上家の価格を上げるために、原佐市隕石の市であった二世名人中村堂、広氏を、井上家一星とする書き換えを行ったと見られる。そのため、 幻庵隕石は家督を継いだ時には10世であったが後に11世を名乗るようになった。また、本陰謀同作以来、名人と神手の間を半名人と呼んでいたのを純名人という呼び方にしたのが幻庵隕石で次第にこちらが定着していった。寄付の表をつけたカエ5年囲碁名伝が著名。ジョニー、極前無人局上無一子の語があり。 あとの岩本香織も色紙に記号した。他に修行時代までの内号を収めた、駅図、および、囲碁周回録がある。ありがとうございます。